いきなりライブ前の撮影してます。すごいね、アロマナビーチマジックアイランドで撮影しようとしたウェディングカップルびしょ濡れ。傘持ってる人たちはすごいよね。はい、今現なんですけど、いきなりライブやろうなんて言ってる計画性のなさ、はい、当然傘なんて持ってません。はい、ということでね、びしょ濡れになりながら今やってますよ。はい、どうしよう、この後ライブやろうかどうか考えちゃうな。はい、ということで、ライブに参加してくれた人だけこのライブ前映像を見せちゃったりしようかな。はい、すごいねけどね、この木の下での雨宿りっていうのって久々なんですけど、もうなんかダダブレだねこれね。すごいね、ほんと面白いわ。はい、ということで、こういう雨の時、トラブルの時も笑い飛ばすというね、このスーパーポジティブさ。はい、皆さん岩県を見習ってくださいなんつってね。はい、ということでね、面白いね。はい、じゃあいつまで続けようかこの雨実況。はいでね、昔ですね、いつぐらいだろう、4ヶ月ぐらい前かな、ここからいきなりライブやったんですよ。当時まだ GoPro なくて、今県の携帯で撮ってた時代だから、いつだったろう、やっぱり10月の初めくらいなのかな。はい、でここでいきなり猫ちゃん映したの覚えてます？ずーっと見てる人は覚えてるかもしれないけど、さっきねその猫ちゃんがね雨宿りしてて、うわーもっと降ってきちゃう、これすごいね。はい、ということで面白いね。じゃあライブ始めようかな。じゃあ後ほど。はいはい、今県です。はーい、6時15分過ぎてね、ライブ開始しようと思ったんですけど、この豪雨すごいよこれ。はい、今ね超びしょ濡れ。はい、帽子こんな感じ、わかります？こっから帽子のつばから水が垂れるの。お、やばだやばだやばだ。はい、ということでね、今ライブやろうと思ったんだけど電波がダメみたい。これもうすっげえ大雨、笑えるよこれ、本当に楽しいね。なんかこれさ、本当もうダダぶりっつうか、もうすごいよこれ、嵐だね。はい、ということでね、今足元ぐじょ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 、すごいすごい。はい、ということで、すごい状況の中で、ライブやろうと思ったんですけどダメだったんで、これ後ほど皆さんにお見せしましょうね。はい、いやいやいや、すごい。マスクってさ、雨に濡れるとさ、濡れた布になってさ、これ息できないよね。わかりますよ皆さん、ほらこうやって面白いこれ、わかりますよこれということで、すごいよこれはね、どうしよう、もうオフィスも戻れないし家も戻れないって感じになっちゃったよ。いやー、けども1回濡れると人間で度胸がもうつくね。もう全身ずぶ濡れになった瞬間にもう濡れてもいいやって、もうなんか雨の中出ちゃうもんね。はい、ということで、じゃあ雨の中出ちゃうってことで、あそこまで行ってみましょう。すごいすごい。いやいや、これライブでやっても超この頑張りに投げ銭欲しかったね面白いね。はい、ということで、すごいよほらこれ、いやー、皆さんほらほらほら、サンセット見せれないけど電灯は見せれてるよはい、ということで、すごいびしょ濡れライブ。はい、今日ですね、2021年3月の10日、日本はね3月11日で東日本大震災があった日だったと思うんですけど、そのね、まあ、今県がそういうこと言ったらあれなんですけど、追悼といってはなんなんですけども、なんかいろんな思いをね皆さんとライブの中で共有したかったんですけども、こういう状況になって今自分もびしょ濡れ。はい、やっぱり、いきなりなんかそういう風に思いつきでやっちゃったのがいけなかったのかな。はい、ということで、そうは言ってもポジティブに考えましょう。はい、この気持ちがね、この雨の中、皆さんがやっぱりちょっと悲しい気持ちで雨が降ってるって思うのがいいのかな。はい、なんでね、なんて言ったらいいんだろう、わかんないけど、こうやってライブやってます。すごいね、もうびしょ濡れ、わかります皆さん。いや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 、すごいことになってたな。はい、ということでね、ライブの代わりにこれ後であげようと思ったんですけど、うわうわ、また来たまた来た、すごいすごい、ほらわかります、すごい、ちょ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 、横殴り、うわ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 、すごいよ、久々だねこんなすごい雨。いやー、カタマランもあれはすぐ港に戻ってくるよね、こんな状況だったら。はい、ということでね、今日ね、バービー人形、のまた作品作っていただいたバービー恵子さんの作品なんですけども、344日目ですね。ということで、バービーがね、お家の中で、天気が悪いからケンと過ごしてるっていう、そういうバービーの本当に作品だったんだけど、まんまだね、本当にこれ、家の中でもよかったね。はい、ということでですね、この公園あんまりすごすぎるんで、じゃあ後にしましょうか。はい、ということで皆さん、とりあえずね、今県が、3月11日東日本大震災、そんなね、日本でもう本当に歴史上ずっと残るよね、あの大震災のね、あの被害をね。はい、ということで、そこに対して追悼をしたかったということで、ライブをやろうと思ったんですけども、その気持ち届かなかったかな。はい、ただきっとこのね、大雨、やめは虹が出るというのを期待したいんですけど、この暑いコーンだとちょっと無理なのかな、わかんないけど、はい、明日には綺麗な虹が出るように、皆さんそうやって希望を胸に抱きながら頑張って生きていきましょう。はい、じゃあ皆さん、今日も最後まで見てくださってありがとうございます。 Thank you so much. マハローしていけなべいべー。土砂降りの中から、アラモアナパークマジックアイランドにいる今県からお届けしました。はい、びしょびしょー。オッケー。バーイ。はい、プリンスホテルまで戻ってきました。アラモアナパークから。はい、プリンスホテルで今雨宿りしてます。すごい面白いですよ。ほら。自転車で動いてた人たち、みんなここで雨宿りしてる。どうですか皆さん、久々のプリンスホテル。笑えるよね、この人も。ほら、もうびしょ濡れだから裸になっちゃってるよ。はい、ということでね、せっかくですから久々のプリンスホテルの中見せましょうか。すっげえ雨、ほんとこれやばいな。さっきね、電話見たらですね、はい、嵐の注意報が出てました。はい、ということで、注意報が出てるんですよ。ほら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 。はい、今県がカメラ出したら、お父さんもなんか記念写真撮り出しちゃってね。みんなでね。すごい、もうなんか雷もさっきから鳴ってるしね。すごいよ、本当に。どうなってんだろう。はい。ということでね、雷の音撮りたかったんだけどな。はい、今県は一気に戻れるんでしょうか。ということでね、はい、また皆さん途中で雨宿りしたら実況中継してみたいなと思います。じゃあ後ほど。すごいことになってますね。はい、プリンスホテルからちょっと走って、ここ分かりますか。はい、皆さんここで雨宿りしてます。でね、そこのね、交差点が実はすごいんですよ、水たまりが。うわうわ、すごいね。ここ、水たまってるとすごいの。ほら。あそこまで音出して走ってるの初めて見ますか。はい、ということでね、バイキ行けんのかなって感じ。また後ほど。すごい、皆さんヒルトンの前まで来たら、うわ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 、すごい、ほらもうここ水溜まっちゃって、すごい、ほらすごいことになってます。これ今現これ行かなきゃいけないんですけど、すごいこれ、ほら車埋まってるよ。うわ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 、これ行かなきゃいけないんですけど、どうしましょうね。うわうわ波だよこれ、もう海だよ海。はい、ということで、すっごい実況中継してます。はい、じゃあ後ほど。はい、いつもの黒田フィールドの風景です。すごい、もうこのでっかい木の下にいても全然ダメ、雨だだ降り、すごいことになってます。もうね、はい、なんかもうすごいね。いやいや、こんだけ長時間雨に打たれると体も冷えちゃうね。もう歯がガチガチっていうか、なんつうの、震えてるって感じ。すげえ寒い。うわうわ、ここもまた川になってます。いつもの景色がすごいですね。はい、とりあえずワイキキの方まで戻ってこれました。はい、じゃあもうちょい行ってみましょうかね。はい、じゃあまた後ほど。はい、とりあえずここまで戻ってきました。すごいことになってます、相変わらず。はい、こないだもね、雨の時ここで中継しましたよね。いやいやいや、ちょっともうちょっと行きましょう。ほらほらほら、うわうわ、光ったの見えました。今雷なんですよ、雷、さっきから。いやー寒い。うわー、絶対オフィス帰ったらもうヒーターガンガンつけて、もう本当にやってもらおう。いやいやいや、ほらみんなが突然の雨で傘持ってないからさ、みんなびしょ濡れ。音聞こえますね、これ航空機の音とか飛行機の音じゃないですよ、雷の音。いやいや、本当もうね、すごいことになってますね。で、雨はちょっとずつ止んできてる気もするけど、どうなんだろう。あの辺ほら見えますよ、雨。Hey guys, gotta be wet, huh? Okay. はい、ということでですね、とりあえず無事ワイキキまで戻ってこれたんで、はい、皆さんに雷も見せれたし、はい、ということで、なんかもうこの雨の中ポジティブな中継してますが、はい、また皆さん今けハワイ楽しんでください。ほんとこれがね、ほんとこれがね、生ライブだね。はい、じゃあですね、今日も最後まで見てくださってありがとうございます。Thank you so much. おはろうしていけられるね。バイ。